YouTube ご覧さん自己3期チャンネルです。今日はね、ちょっと変わった企画の告知をしています。名付けてキッチンサミットというのをやろうと思ってます。ちょっとこれ思いつきでやろうと思ってるんだけど、内容は、まあ、最近ね、私がこうキッチンの写真とか風呂場とかいろんなまあものをね動画で公開して、まあ、いろんなアドバイスがあったりとかね、参考になるものすごくあって、で他の人の家ってどんなキッチンになってるかってね、ちょっと気になってきて、あの皆さんの家どうなってますかっていうのを、写真で送ってくださいという、ざっくり言うと、そんな企画です。で送ってもらった写真はちょっと私の方で、まあ、動画にするときにいろいろ編集したりとかしてね、あこれはなかなかいいですねとかね、あなるほどこういう工夫があるんですねみたいなのを、したいというふうに思っています。でちょっとこれまあね、どれぐらい集まるか分かんないで、できればね、あいいよ簡単にそれぐらいだったら送れるよっていう人はね、ぜひ送ってほしいです。で今、まあ、簡単にその今ねそのウェブ上のフォームを、作りました。なので作ったんでちょっとそれをね、見ながらあの説明をしようというふうに思います。今からこの応募方法についてです。でちなみに今応募方法の前にあのまあねこれ企画やるにあたって、1番とか2番とかね決めようかなとか思ったんだけど、でもそうするとね、選ぶのも大変だし、でなんか商品を出すとかってのも考えたんだけど、まあちょっと皆さんのね個人情報とかをねいろいろ私が受け取ってやるっていうのはまだなんていうか、うん、リスクが大きいというか、まあ、面倒なことになりそうだなって正直思ったんで、そういったあの何応募したからといって何か得られるってことはありません。先に、お伝えします。でまずねこのフォームキッチンサミットというのを開いて、これはねその概要欄のところにあの URL があるんです。ここから飛べます。でこれスマートフォンからも応募できます。簡単にまあ読みます。自己3期チャンネルにおける初の視聴者参加型企画、ね、皆さんのキッチンの写真を送ってください。ただこれそれぞれの家庭の工夫が見てみたいですと。まあ、どれが一番とかって選ぶに競うんじゃなくて、まあ、なんていうか生活のうちで皆さんどうしてるかなっていうのを知りたいというくらいです。で、できる限り全て紹介したいと思います。で、このフォームで回答をいただいた写真と、まあ、コメントについては、私の動画で、使わせてください。それを、まあ、送ったということは了承したというふうにみなします。なんでね、まあ、プライベートとかね、そのプライバシーのわかるようなものは絶対に送らないでください。まあ、私がもちろん事前でチェックして、なんかちょっと映り込んでなってもに関しては弾いたりはするんですが、ちょっと最新の注意を、そのあたり皆さん払ってください。で、このね、Google のフォームにね、このファイルをアップロードして、このフォームを送信すると Google アカウントに関連付けられている名前と写真が記録されていますっていうふうに出るんだけど、これは、私に、自己3級チャンネルにその記録が送られるっていうことではなくて、Google の中で記録しているってことなんで、私にその、例えば、まあ、今回、今、g539.jp あと gmail.com、これ私の今の gmail のアカウントなんだけど、この情報を例えば、このままこのフォームで送ったとしても、私に届くことはないです。なので、皆さんの、例えばアカウント名だったり、メールアドレスっていうのは私に一切届かないので、皆さんのプライバシーは、ここから私に対して漏れるってことはないので、それは安心してください。これは私の方で試しました。で、一応期限は、2021年4月23日、金曜日までというふうにしようと思っています。で、まあ、キッチンの画像を貼ってください。必須、まずねここで、まあ、ファイルを追加っていうふうにやって、で、まあ、デバイスのファイル、これ今 iPhone でやってるんだけど、まあ、ファイルの選択でフォトライブラリーっていうところから、例えば1、2、3、まあ、4枚かな、まあ、この4枚を追加でアップロード。これさっきねすでに、先にちょっとキッチンの写真撮ってきました。で、ここで、まあ、ファイルをいくつか、これ iPhone とかね、まあ、Android でも、まあ、どんな携帯でも多分ね、送れると思うんで、こうやって送ると、まあ、こんな形で、携帯に、何が何とかっていうふうに表示されるんで、まあ、一応確認のためにここで見ると、まあ、こんな形で、自分が今から上げようとするファイルを、まあ、送る前に、こうやって確認も、できます。OK、OK。ああ、今ちょっと正直この状態荒れてるんだけど、まあ、送るときは皆さん荒れてない状態とか、その辺りで皆さん の実際の状況であったり、掃除してからっていうのは皆さんにお任せします。まあこんな形で、送ること自体は、できます。はい。で、まあこれまず画像を貼り付けて、アピールポイントを教えてください。まあ特になかったら別になくてもいいです。写真でただどんな感じかなって見たいだけなんで、それを私がこう、どれだって探すだけなんで。で、これはなってもなくてもいいですね。キッチンの悩みがあれば教えてください。で、これはね、例えばだけど、私の場合は今一つあって、まあ悩みというか、まあ解決ほぼしそうなんだけど、この写真、ちょっと分かりづらいかもしれないけど、これね、食洗機ってね、水がさ、出るホース、排水のホースがあります。で、排水のホースなんだけど、一応ね、なんか吸盤でペタってくっつけるところがあるんだけど、あれがね、弱くなっちゃって、
ホースが暴れてよく外に出るってことがあってね。じゃあどうしたらいいかって考えた時に、ホースの先端にこれね、釣りのね、釣り具の重りをね、今つけてます。で、釣り具の重りをつけたら見事にね、固定されてよかったんだけど、でこれ他の人に写真見せたら、ジーコさん、その釣り具の重りは多分鉛でできてて、で体に対しての毒性が非常に高いですと、そういうふうな、ね、アドバイスをもらったりして、他の人に見せるっていうのは、まあ、何かしらこうアドバイスがもらえたりね。で結局何がいいかって、これ多分石ころがいいと、あの天然由来の石ころをあのホースにくくりつけるのが一番いいっていうふうにちょっと今のところ結論出たんで、まあ、今度あの河原西拾いに行こうかなと思ってるんだけど、まあ、そういうふうな形で、なんていうか、まあ、もしかしたらね、皆さんのそのなんていうか生活に役立つものが得られるかもしれないということで、キッチンの悩みがあれば教えてくださいね。何人家族ですか？私の前は1人単身で、築年数は0から5年、うん、で料理はほぼ毎日で、ここで、全く関係ないことを入れたんだけど、大好きなペットの写真、これ2位ですペット、やっぱね、あの犬とか猫とかね、まあ他にも何でもいいんだけど、やっぱ可愛らしい動物を見ると、やっぱね、心が癒されるとかね、こうほっとするところがあるんで、これは、で、特にね、まあ、飼ってらっしゃる方、皆さん自慢したいんじゃないかなと思うので、可愛いペットの写真、これ2位なので、ぜひね、これもね、貼ってください。いれば。で、最後に、ジーコさん牛舎について一言、寒いですが、頑張ってくださいと。まあ、こんな形でね、まあ、何か、入れてくれるものがあれば、入れてもらってもいいし、別に、これに関しては2位なんで、なくてもいいです。で、これで、送信ボタンを、ポチッと押すと、はい、キッチンサミットで回答を記録しましたと。これで私のに届きます。で、基本的には送ってもらったら、それは編集とかね、はできないようにはしようかなっていうふうに思っているので、まあ一発送ったら、これでこの画面が出たら完了なので、あとは私が動画を作るのをちょっと待っていてください。まあ一応金曜日までだから、まあもうちょっと時間かかるかもしれないけどね、動画自体にできるのはまあ先になるかもしれないけど、ぜひね、ちょっとどうなるか、まあわかんないけど、とりあえずちょっと一発これやってみたかったなっていう。若干のまあプライバシーとかね、その辺のリスクはあるんだけど、まあそのあたりはちょっと皆さんも、お願いなんですが、まあできるだけ配慮をして、私自身も、配慮をしてね、その動画にしようというふうに思いますので、ね、ぜひね、他の人が送るからいいやとは思わずにね、まあ暇な時に、うちのここ、まあ別に全体像とかじゃなくてもいいし、ここだけちょっとジーコさん見てくださいと。これどうですかっていうのがあったりとか、そんなのでもいいんでね。まあ、もしあれば、送ってもらえると嬉しいなというふうに思います。以上、なんだろう、動画企画の告知でした。ふるって、ご参加お待ちしてます。この概要欄のところに URL があるんで、そこから、応募お待ちしてます。それでは、とりあえず皆さん、今日はこれで元気で。ほな、また。